こんばんは、BR チャンネルです。今回はモテる女性ファッションについてです。引き続き中村さん、よろしくお願いします。20代後半の女性からです。20代後半若いですね。いやらしくなりすぎずに、うん、隙のある感じを作りたいのですが、何かコツはありますか。要するに、うん、モテたいんですという質問が。日本の女性のファッションって、うん、どっちかというと隠すファッションですよ ね、 そうですね、はい、ちょっとね、やっぱりこう好きっていうんですか、うんうん、こう真面目なスーツを着ててもこうシャツのボタンは2つ開けるとか、なんか冬でもカーディガンとかこうジャケット着ても脱いだらノースリーブのものが着てたりすると勘違い、ね、してね、自分のために頑張ってきたんじゃないかなみたいに、やっぱりそう思います、多分思っちゃうんじゃないかなっていうふうには思いますけど、ね、なるほど、うん、なんか今中村さんがおっしゃったように、うん、ちょっとでも見せたりするとこう頑張ってね、なんかその日気持ちがちょっとオープンだったりっていう、そのきっかけにはなる。そうですよね。僕よく出張行ってね、ヨーロッパの女性とか見ると、まあ、日本でタブーとされているのは、例えばちょっとね、ここにお肉がある人が、うん、あります、こう例えばこう下着をつけて段になるのが嫌だから、うん、ぴったりした T シャツは着ないとか、うんうんうん、ありますよね。あります。あれ全然向こうの人は気にしないとぴったりしてるでしょう、うん、だ あれも逆に言ったらセクシーになるかもしれない。そうそうそう、セクシーだと思う、うん、でしょ。ちょっと母性も感じるし、うん、だから そういうことだと思うんですよ ね、 ね。でも私も隠しちゃうから。え、隠すんですか。隠します。もったいないですよ ね。 それは なんで隠しちゃうの。いや、それ言わなきゃいけないかな。ちょっとこう胸が寂しいなと思って。あ、まあ、まりでも関係ないですよ、それはね。隠しちゃう、顔が赤い。まあそんな人は普通いくらでもいるから、あんまり関係ないというかね、あんまり気にしなくてもいいことなんじゃないですか。本当ですか。信じちゃいます、ね、いや本当にそうなんです。で、男の人もね、うん、2つ外した方が、うん、ちょっとこう胸元がね、うん、あんまり強調してもあれだけど、ちょっとそこでこう男のこうセクシーさっていうかね、うん、っていうのを演出できるわけじゃないです か、うんうんうん、だかそれとまあ同じようなことが女性にも言えるんじゃないかっていう思うんですよね。あとは毎回きっちりしてるのに突然あの今日開けてるとか、うん、そういう変化球もあるから、いつもとのさ、うん、だすんごいこうね、うん、なんか真面目な服着た子が、うん、まあ、ただ仮に合コンがあった時に、うんうんうん、こうギャップのある、ね、そう服を着てくるとかっていうところでモテちゃうかもしれないっていうね、うんうん、ギャップは絶対大事だと思います。あるかもしれないですよね、うん、というわけで最後に、はい、僕のお願いがあるんですよ。何ですか。いや、なんかジュアさん歌歌ってますよね、エンディング で、はい、でリクエストが、ね、アカペラで歌ってほしい。ちょっと本当に無理です。本当に無理です。今日考えてきたんですよ、それで、はい、歌うかは分かんないですけど、うん、一応聞きます。ね、ミーシャのエブリシン。もう分かりました。歌います。何でしたっけ最初。すれ違うだ、ね、すれ違う時の中で、あなたと巡り会えた。いい？いいですね。いいですか。うまい。ありがとうございます。じゃあ次回も考えておきます。もう本当にやめてください。本当に。というわけで罰ゲームがありましたけど。回でしたか。ずっと考えてたんで僕は。ありがとうございました。ありがとうございました。女の人だったらメイクの仕方から
顔の骨格から首の長さから爪の長さからバランスですね、全部見ます。であとその人の持ってる性格、はい、性格ですね。でも性格って例えばすごく話しててすごいワイルドな人なのか、うん、すごい静かな人なのか、うん、その人の意見を聞いた上で、あ、じゃあだったらこういう人になってもらおうかなみたいな、うんうんうん、その人の個性を最大限に生かしたいんだというか、